もうすぐです。はい、じゃあお願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。マックハウスのインスタライブが始まりまーす。打ち合わせライブしましたね。しました。はい、本日は私、愛と、はい、私、ケンキタがお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、ケンキタさんは、はい、初めてのインスタライブなんで。そうなんですよ、はい、満を持して呼ばれたというか、はいはい、まあ、多分あんまり余計なこと言うと怒られそうなんで、はい、元気よくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、はい、2023年夏の新作紹介ということで、はい、まあ、夏のお悩みを解消するアイテムを紹介していきたいと思います。はい、ということで愛さん、はい、まあ、もう 7月になりますね。はい、少しで。で、夏といえば、はい、どうですか？なんかご予定ありますか？ないです。ない。ない。ないそうですね。はい、残念、はい。あまり夏が好きじゃないので、はいはい、暑いのがやっぱ苦手なので。暑いですもんね、最近ね。暑いですね。エアコンの効いた部屋でいることが多いです。ずっと家にいるみたいな。はい。なるほど。言ってもやっぱ夏ってやっぱイベントがあるじゃないですか。いっぱいありますね。お祭りとか、はい、ね、海行ったりとか、うん、あるので、やっぱそこの何ですかね、お悩みというか、はい、っていうところをですね、うん、ぜひぜひちょっと皆さんそれコメントで、はい、皆さんこの夏どこか行くよとか、はい、あればコメントいただけたら。そうですね、まあ、夏休みも始まるんで。そうですね。私ここ行きますとか、うん、もう予定が決まってる方が、なるほど、まあ教えていただければ、うん、コメントで教えていただければ、はい、そのシチュエーションに合った、なるほど、紹介できるかなと。じゃあここに行くよ、はい、じゃあこういう、どうですか、どうですか。なるほど、はい、素晴らしいですね。夏のね、お悩みもやっぱ暑いので、うん、でもやっぱ脱ぐわけにはいかないじゃないですか、うん、まあ、そうですね、確かに確かに、はい、着なきゃいけないので、うんうん、でもおしゃれもしたいし、確かにでも暑いしっていう、うん、やっぱ悩みもあると思うので、はい、その他、そ梅雨とか夏に向けてお悩みがある方、うん、お洋服についてお悩みがある方コメントいただければ。なるほど。この後のアイテムで。そうですね、どこか行くよっていうのと、あとなんか夏のコーディネートのお悩みとか、はい、あればぜひコメント欄の方で、はい、お願いします。はい、はい、ということでちょっと私研究の方から、はい、まず一つ目お勧めさせていただきたいと思います。はい、はい、メンズの商品ですね。ですね、これ今回激推しの商品ありまして、はい、こちらです。こちらなんとですね、お名前の方が、すいません開いてますね、申し訳ない。じゃあ来ますね。来て、はい、来てください。これですね、風通すシャツと言いまして、KAZETOSE シャツということで、文字通り風を通すほど涼しい。ちょっといいですか、これ。はい、ちょっとね、まず皆さんに見ていただきたいのは、ちょっと広げていくと。これちょっと見えますかね。もう本当に透けてません？もう透け感がすごいですよね。なので本当にこう風を通すぐらい通気性がある。もう見た目そのまんまですね。そうですね、あと季節感もちょっとアロハシャツじゃないんですよね。アロハじゃないんですけど、そうですね、こう通気性がいいアロハ調の何シャツっていうんですかね、こういうのは。じゃ素材はポリエステルになってます。風通すシャツ、そうです、ご名答、風通すシャツ、風通す、これも新しい、マックハゼしか手に入りませんので。そうですね、ぜひ。なんでこれどうですかね、例えばちょっと今ね湿気がある時とか、はいはい、やっぱ夏のお祭り行く時とか、はい、あ、いいですね。ちょっとね、うん、T シャツだけだとなんか寂しいなーっていう時に、ちょっと T シャツの上からとか、ね、羽織って、そうですね、タンクトップの上からとか、ね、着ていただけると結構うん、で、値段もたくさんあって、ちょっと本当にアロハシャツっぽい感じなんですけど、これなんかちょっと可愛いですね。あ、そうですね、それ可愛いですね。なんか社内でも人気あるんですかね。あ、本当ですか。はい、これちょっとレディースも女性の方も着れるので、あ、じゃあアイさんちょっと着ます。羽織ってみます。着ちゃいましょう。はい。着ていきましょう。で、一応今ご用意しているのがメンズの L サイズになります。はい、あ、いいっすね。かわいくない。かわいい。かわいいですよね。サイズ感もなんかちょっとオーバーっぽくて。かわいいですよね。全然お料理全然似合ってる。悔しいな、なんか。
で身長以上148センチで、はいはい、メンズの L サイズを着て、はい、このくらいのサイズ感なるほど。僕170センチで、結構ね、着た感じだと割とサイズ感はちょっとジャスト感がある感じなので、うん、まあ、最近オーバーサイズ流行ってますけど、ワンサイズ上げてもいい？そうです、上げてもいいですし、まあ、ベーシックに着たい方は、うん、そのまま普段のサイズで選んでいただいてもいいかなとは思います。こうなんかちょっとお揃いでね、はい、あ、そうですね、柄違いとかで着ても、うんうん、可愛い感じでデートしてもいいかなっていう感じです。壁通しシャツ、はい、おすすめなのでぜひチェックしてみてください。可愛いって来てます。ありがとうございます。多分愛さんの方の可愛いだと思います。はい。あとはですね、ガラシャツが好きですと、はい、コメントいただいてますね。なかなかね、結構今ガラシャツ扱ってるところがあんまないと思うので。そうですね。うん、結構1枚で本当におしゃれにこなせるんで。1枚。いいですね。何枚か涼しそうは。めっちゃ涼しい。涼しい。うん、今日みたいにちょっと蒸してる時とかに。はい。1枚で全然着れるし、うんうん、いいですね。季節感もね、すごい真夏に着たいですね、これ。いいですね。こうジーンズに合わせても、あ、いい、夏っぽくていいんじゃないでしょうか。いい感じです、はい。元気田さんの KNZET、はい、テ, テ, テ, テンって来てます。風TOSU です。風トースです。風トースシャツ、シャツ、シャツはちょっと今スペルが一緒出てきません。そうです、はい、覚えてください。風トースシャツなので、マックハウスに、ね、ご来店いただいて、ね、風通すシャツくださいと言えば、はい、すぐご案内いたします。そうですね、はい、ということで、まず1つ目、はい、風通すシャツでございました。はい、続いては、はい、レディースの商品を紹介したいと思います。さあ、レディースの方は果たして何なんでしょうか。大人気のインドシリーズですね、はい、インドシリーズ、はい、でこれが、インド 2WayOP です、はい、で前が全部ボタンになっていて、うん、ワンピースとしても着ていただけて、なるほど、全部前開けて着るとよいしょ、こんな感じで羽織としても着ていただけます。丈感こんな感じです、まあ、丈感もちょうどいい感じですね。そうですね、ワンピースも使えるし、はい、羽織としても使える、はい。こういう T シャツとかと回していいですか。そうですね、まあ、1枚で着るとちょっとここが腕が出ちゃって気になる方は中に、まあ、今はちょっと柄物着てるんで、はい、中にこう無地の T シャツ1枚着ていただけると、うん、まあ、二の腕も出ないし、いいかなで、女性に嬉しい UV 機能、はい、あら素敵、皆さん、はい、UV 機能ついてますか。来ましたか、 UV 機能です。 UV 機能と、はい、これは何が、あとは機能性的なところで言うと、あとは、接触冷感、接触冷感、はい、接触冷感と UV 機能、 UV 機能、あとは通気性、ね、はい、あ、通気性もあると、はい、なので一つでね、3つ機能がついてます。これはやっぱりですね、店頭とか行っても意外とこのデザインだけで機能性ってやっぱ見逃してるところだと思うんですよね。そうですね、なのでちょっとここでご紹介して、はい、まあ、実際体感していただけたらなと思います、はい。で素材は、はい、レーヨンですね。なるほど、こうテロテロした感じが、はいはい、サラッとしてる感じですよね、はい、こう見た目も涼しい。ごめんなさいね、サラッとしてる、涼しいで、インド産のレーヨンですね、はい、インド産レーヨンだそうです。で柄は、今着てるタイプの柄が、はい、今何柄だ、花柄と、あと無地が、はい、今ご用意してる青と、他にグリーン、あ、グリーン、グリーン、グリーン、はい、ありますので、はい、無地もちょっとね、うん、おしゃれな感じで着ていただけるかなと。じゃあ、さん、これちなみになんですけど、はい、夏のどういった時に着たいですかね。ちょっと海辺のデート、うん、あ、海辺のデート、デート、はい、なるほど、いいかなと。確かに女性らしさ感もすごい出るので、うん、ありますね、ちょっとキュンとしちゃうかなみたいな感じだと思います、はい。夏休みとかね、うん、お母さんも、はい、あ、確かに確かに、家族でお出かけ、夏休みお出かけする時もちょっとおしゃれな、あ、確かにおしゃれなお母さんに、はい、来ていただけるかなと。確かに、皆さんどっか行きますか、予定決まってますか。はい、コメント来てます。はい、ありがとうございます。ですね、はい、夏休みが結構どこかに行きたいという人もいますし、ね、ここ何年かやっぱり行けなかったと思うので、ね、うん、この夏ね、やっぱり行きたいですよね、はい、おしゃれして、そうですね、で、まあ、暑いけど、この機能性付きのアイテムで
夏を心地よく満喫していただきたいと。満喫していただきたい、はい、あとは金沢旅行を計画してます。あら、いいですね。いいですね。金沢、京都、あ、京都、あ、京都、京都行きたいですね。キャンプ、キャンプ、キャンプ、ちょっとこれキャンプにはキャンプだとね、ちょっと違う、キャンプ用のちょっとアウトドア商品もうち扱ってます、はい、ありますので、はい、ありがとうございます。なるほどなるほど。じゃあこれはちょっとあれですかね、うん、海辺とかデートとか、そうですね、そういう時に使ってくださいですね。はい、分かりました。柄が可愛い、可愛いですね。柄の方が可愛いってきてますね、はい、じゃあ愛さん、これパンツを合わせるのだとどういったやつがいいですかね。そうですね、うん、やっぱ今ちょっと履いてるのは無地のテーパードになるんですけど、無地の細身のパンツとか、まあ、無地だとワイドパンツとか合わせてもいいかなと、うん、ワイドパンツも大丈夫、全然大丈夫ですね。うん、そうですね、で、あとはデニムとかにも合わせていただいてももちろんいいと思います。結構いろいろ合わせやすいかなと思います。で、身長が小さい方もそんなに特に長すぎるデザインではないので、おすすめですね。わかりました。インナーはやっぱり無地がいいのってきてます。どうでしょうか。そうですね、まあ無地のものを着ても若干どうですか、男性目線で。そうです、やっぱこのアイテム自体が割と綺麗めなんで、はい、無地系で合わせて全体的に合わせていただけたらいいんじゃないかと、いいかなと僕は思います。ちょっとこの辺の、はい、なんですかね、ギャザーっていうんですか、はい、ここも可愛いですね、デザインが、うんうん、結構店頭でも人気あるんですよね。人気ありますね、特に今私が着てるこの花柄のデザインが一番人気に、はい、少しギャザーのところを見せてもらってもいいですか。こちらでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。はい、見えますね。はい、ありがとうございます。あと、じゃあ、洗濯できますかっていう質問が来てますが、こちらは手洗いになります。こちら手洗い、はいはい、がお洗濯大丈夫です。はい、大丈夫です、はい、はじゃあ次行きましょう、はい、続いては、じゃあ次です、はい、ね、僕ちょっとおすすめというか、実はちょっと僕もお店の方でちょっと試着実はしてきたんですけど、はい、あのですね、こちらはですね、先ほどと少し違った素材感の、このお名前何でしたっけ、何でしたっけアーバンコレクションから出る新作のシャツなんですけども、こちらです。ちょっと着てみたい。でこちらはまずですね、サイズ感なんですけど、さっき の風通しと違ってちょっとこの肩口のところちょっと長いので、結構トレンドっぽいサイズ感になってるのかなと、肩もさっきよりちょっと落ちてる感じになって、色がすごい可愛いですね。そうです、僕あとね、青似合うんですよ似合うと思います。そう、結構あの爽やかな感じで着れるのでいいと思います。で、他の色はどういった感じが、色が、はい、同じタイプで、はい、お色違いがこちらです。こちら、これまたちょっと、ね、違ったテイストで、はい、いいと思います。はい、ちなみにこちらはお値段はおいくらでしょうか。3289円。めちゃめちゃ安い。安いですね。いや、このクオリティで3289円でしたっけ、はい、はなかなか多分作れないと思います。そうですね、頑張りました。僕は頑張ってないんですけどすごく頑張っていただいて、皆さんに、ね、この価格で提供しておりますの で、はい、でこちらなんですけど、これもうあのボタン閉めても全然あの格好かわいい感じで着れる。僕これボタン閉めて着ようかなと思っております。まあ、緑なんかも結構いいですね。お襟と袖口の色が、袖口の色が揃ってる、はい、ポイントです。こんな感じです。これも割とサラッとしてるので、夏場でも全然1枚でもいいですし、T シャツとかと合わせても全然暑くなく着れるかなと思います。はい、素材はポリエステルになります。そうですね、サラサラ感があります。なのであのシワになりにくいのと、それは大きい、はい、結構耐久性があるので、さすが愛さん、素晴らしい、はい、僕が言えないことをつらつら勉強してきました、はい、コメントがいっぱい来ます。はい、わかめですかって
いや、この感じだと割と幅広い年齢層の方着れると思います。特に大きすぎるわけでもないので、はい、まあ、30代、40代の、50代の方も少し、うん、ゆったりめな感じで着ていただいても可愛いんじゃないかなと思います。ボタン閉めるといい感じですね。そうですね、これめちゃめちゃボタン閉めると可愛いですね。可愛い。僕的に緑結構いいかなって感じですかね。あとはパンツ何を合わせたらいいのかなっていうのと、はい、今、はい、天北さんが履いてるパンツとよく合ってますね。合ってます。これマッカースのマイラクパンツってやつで本当に楽に着れる、サラサラと着れる。これちょっと太めのやつなんですけど、僕結構気に入ってて合わせやすいので、ちょっとオフホワイト的な感じで。色味もいいですよね。そうですね。結構合わせやすいので、結構ブルーとホワイト。あ、ブルー、あとはそうですね。例えばホワイト以外だと、まあ、ここでブラックのパンツをちょっと合わせていただいて、モノトーンな感じにしても可愛いんじゃないかなと思います。うん、そうですね。細身とかでも大丈夫ですか？あ、そうだ。はい。スキニーパンツとかでも、うん、そうですね、メリハリつけて、うん、トップスとパンツでメリハリつけてもいいんじゃないかと思います。うん、ぜひぜひおすすめです、ございますので。ぜひ店頭、はい、EC サイトの方でチェックしていただけたらと思います。はい、これは涼しいですかって来てるんですけど、先ほどの多分、はい、風通すシャツとどっちかなっていう感じだと思うんですけど。いい質問しますね。涼しさで言えばやっぱり風通すシャツです。風通しますからね。ただこれ何ですかね、こう感触、着た感触はこう肌にこうさらっといくので、着心地は僕こっちの方が好きかなって感じですね。あ、ちょっと涼しい、ちょっと涼しいんで、涼しいんですけど、涼しさはこっちなんで、はいはい、ここは例えば、まあ、屋内のちょっとエアコン効いてるところで、うん、はい、お出かけする時とかにちょっと1枚あった方がいいかなと思います。はい、風通すシャツの時にコメント来てたんですけど、はいはい、うん、風通すシャツは1枚で着れるんですかって。そうですね、1枚だと多分透けちゃって、はい、ね、恥ずかしい、そう、ちょっと恥ずかしい感じになっちゃうのでまあちょっと肌着、インナーか、まあ、タンクトップとか合わせるといいかなっていう感じですよね。ちょっと白っぽいお色だとやっぱ結構見えちゃうので、うんうん、やっぱり一番ね、タンクトップか、うんうん、そうですね、なんか T シャツとか、はい、壁通シャツ、はい、すごい人気ですね。人気ですね。すいません、じゃあちょっと次行きたいと思います。はいはい、続いてはレディースの商品になります。はい、何でしょうか。なんか私ちょっと何ていうか、はい、はい、さん、こちらは何でしょうか。はい、では、はい、レーカーシリーズの T シャツになります。はい、で今、持ってるアイテムが、はい、いろいろちょっとデザインがあるんですけど、うん、こちらは、冷感のハングスリーブ T シャツになります。ちょっとスリーブがあれですか、はい、短い、ちょっと袖がある感じです。あとは、はい、前が、うん、なんていうんですかね、ちょっと短くなって、はい、後ろの方がちょっと長くなっている、はい、うんうん、冷感裾タックですね、うん、裾タック T シャツになります。はい、あとは、続いてこれが、これは、サイドタックのTシャツになります。ちょっと丈が長いアイテムになってます。じゃあ見た目ちょっと同じっぽいですけど、はい、いろいろ形があるってことですね。はい、なるほど。でこちらが、接触冷感、接触冷感、はい、なりますので着心地がすごく、ちょっと手入れていいですか。はい、どうぞ。あ、冷たい冷たい、めちゃめちゃ冷たいです、ね、ですごくさらっと着ていただける素材になってます。そうなんですよ。で、これ以外にも店舗に行っていただけると、うん、前が全部 ボタンのタイプとか、はいはい、あとは、なんていうんですか、スキッパー、スキッパーですね、はい、タイプとか、とにかくたくさんあるので、まあ、2枚、3枚まとめて買っていただいてもいいかなと思います。はい、お値段の方が、はい、いかがでしょうか。はい、お値段の方は、はい、2739円です。お手頃価格、安い。もうこれはもう2枚、そうですね、3枚まとめ買いで、まとめ買いで、はい、面白かったですね。で、結構今年入ってきてるので、はい、このちょっとライムカラーっていうんですかね、はいはいはい、イエローというか緑というか、うん、この色が結構店舗では人気があります。なるほど、
で、一応この冷感シリーズで、はい、店舗の方ではワイドパンツとテーパードパンツと、うん、あ、私はちょっとテーパードパンツ、あ、じゃあトップス以外にもボトムスでこの種類があると、はい、合わせていただけるので、るあとはスカンツーですね、はいはいはい、で同じ色のものもあるので、はい、あの同じ色でこうセットアップにして着ていただいてもいいですし、あとはあえて例えばこのライムカラーに黒のワイドパンツとか合わせていただいても、ちょっとそのセットで結構売れることが店舗では多いので、いろんな組み合わせが、トップスとパンツでも全身涼しいってことですね、要は全身涼しい、上下で着ていただけるともう夏にもってこいの。じゃあこれでアイさん外出れますね。じゃあね、出れますね、出れますね、はい、出ます、解決しましたね、はい、ありがとうございます。京都旅行にいいねって、はい、あ、いいですね。やっぱ京都旅行は何色で、そうですね、私のおすすめ、やっぱりこの、あ、はい、ライムカラーですね。ちょっとサンダルとかに合わせていきたいかなと思います。私のカラーでコメント来てます。はい、グリーンって難しくないのかなって言ってるんですけど、グリーンないとパンツ合わせたらよろしいでしょうか。まあ、黒とかでもいいし、うんうん、まあね、あとは私結構デニムが好きなんで、はいはいはい、デニムに合わせても、デニムは何色がよろしいでしょうか。まあ、今の時期だったらちょっと薄めのデニムを合わせて、ね、はい、でもデニムがありますので、はい、もう買ってくれた方が見ているみたいで、本当ですか、こんな感じで、はい、2枚買いました、ありがとうございます。デニムだとこんな感じです。まあ、あくまでもちょっと一例なので、はい、具体的にはこんな感じですね。はい。はい、で、ちょっと黒パンツに合わせるとこんな感じです。黒いいですね。いいですね。黒いい感じです。ちょっとかっこいい感じになります。素晴らしい。はい、あとはですね、はい、この冷感アイテムのシリーズは、はいはい、抗菌防臭機能が、抗菌防臭、はい、ついてます。これ冷感で抗菌防臭、夏はね、というか汗の匂いとか女性は気になるので、嬉しい、これは嬉しい、ね、抗菌防臭多分あんまりないんじゃないですか、抗菌防臭機能ついてるので。冷感は結構インナーとかは結構あるんですけど、うんうん、これで抗菌防臭できたと、素晴らしい、素晴らしい、匂いも気にならず、気にならず、暑さも気にならず、気にならず、じゃあもう何も気にせずもエンジョイできるところですね。そうですね、これを着て夏お出かけしようと思います、はい、お出かけしてくださるそうです、はい、ぜひ皆さん、アイさんを見かけたらちゃんと着てるかどうか見てください見てください、着てます、はい、着てますよ、着てますよ、はい、質感どんな感じか知りたい、質感、はい、こんな感じでしょ、ちょっと違う色で、はい、じゃあこれで、はい、ちょっとカメラ、質感は、一応素材はレーヨンが 60%、 ナイロンが 40% になってます。ちょっとなんとなく、うん、シワっぽいというか、普通の T シャツのこうピンとした感じではないんですけど、でもなんかそれも、なんていうんですかね、まあ風合いとしてはいいですね、わかりますかね、薄いのかなと思ってるんですけど、そこまで薄くはないですね、薄くないんですけど、本当に手に入れると涼しいんで、さっきのまだ風通したシャツとは別で、はい、こう生地感しっかりして、こう透けをつけたりはする必要は、あの必要じゃないあの心配はないので、はい、あの涼しくね、心配なく着れると思います。で、白のみがちょっとやっぱ透け感が気になるので、はい、1枚中にタンクトップとか、うん、こう見えてもいいようなものを中に着ていただけたらと思います。はい、他の色味は透けないので、はい、うん、そうですね、はい、特に、はい、カジュアルすぎない感じですか。そうですね、結構合わせるパンツによって結構変わってくるので、うんうん、まあ、ジーンズ、デニムとかに合わすと、はい、あの結構カジュアルが強めになりますけど、まあ、さっき言ったように黒いワイドパンツとか、はい、あとは黒いパンツとかに合わせるとちょっときれいめな感じのコーデになるので、なるほど、はい、いろいろ楽しめると思います。カラーバリエーションもたくさんあるんでね、はい、結構その用途によって使い分けて、うん、いただけたらなと思いますので、はい、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。はい、京都旅行に、そうですね、ぜひ京都旅行に、はい、金沢、金沢ですね、はい、どうでしょう。ぜひぜひ。前着も気になられてる方がいるんですけど、はい、こちらも手洗いでできますが、はい、私はジャブジャブ洗っちゃってます。はい、全然お洗濯
洗濯機で大丈夫。ちょっとこうネットに入れたりとかして、ね、洗濯機でガーッと洗ってもいいかなと思います。はい、わかりました。じゃあちょっと時間もね、はい、そうですね、いまして、ちょっとまだ紹介してないのをパラッと紹介していきたいと思います。ちょっとレディースでインドシリーズでちょっとこちらの何でしたっけ、プチハイネックシャツ、プチハイネックシャツ、こちらも結構店舗で人気がある商品で、確かにめちゃめちゃ人気あります、はい、さっきのインドシリーズのやつで、はい、今年なんていうんですかね、これ可愛らしいデザインのものが入荷しました。で、結構このやっぱりさっきと冷感 T シャツと一緒で、はい、ライムカラー、このイエローというか緑というかが一番人気で、はい、で後ろのこの首元のこれですね、結んでるリボンが結構可愛くて、でギャザーもギャザーが結構ここしっかり入ってて、結構たっぷりゆったり着ていただけるアイテムになります。で、ね、サイズにこだわりがあるという感じですね、はい、でノースリーブだからちょっと二の腕が気になるなって思うんですけど、結構このギャザーが入ってることによって着てみると、はい、結構ここがかぶさるので、意外とここがカバーできるので、意外と二の腕出すのはちょっとっていう方と、これはいいですね、いい方法ですね、はい、おすすめです。はい、わかりました。めちゃめちゃ可愛い、可愛いですね、何か、はい、あら、いいですね、はい、ではいます、はい、あ、色この2色でしたっけ、ちょっとまだありますね、あとドット柄と、でしたっけ、そうですね、無地がこの2色ですね、黒とライムカラーと、あとは黒地の白い細かいドットの柄があります。それも結構、あ、ネイビーもあります。無地は3色、なるほど、無地は3色、はい、これも欲しいって、ありがとうございます。ぜひ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 見てください、チェックしてください。はい、メンズは、はい、メンズちょっと駆け足で行ってきたいと思います、はい、これあのこれも今店頭の方ですごく人気があって、これ冷感 T シャツシリーズって言うんですけれども、はい、まずですね、こちらの方がですね、名前何でしたっけ、ダブルダブルフェイスですね、はい、ダブルフェイス冷感 T シャツということで、はい、こちらもカラーバリエーション、今ちょっと2色だけなんですけれども、はい、他に種類ありまして、これも着た瞬間から涼しい素材感と、カラーバリエーション結構たくさんありますので、ちょっとその辺で1枚でも様になるというか、はい、着れます。でこちらなんですけれども、これも同じシリーズで、こちらちょっとそのレイヤード感、重ね着感が出ますので、今日みたいにシャツとかと合わせるときとか、これも1枚で着れるときに重ね着感出ますので、これ1枚で夏も快適に過ごせます。素材がすごいあのふわふわ、そうですね、肌のなんか質感がすごいんで、肌触りすごく、はい、柔らかいです、柔らかくて、あ、ちょっと普通の T シャツじゃなーっていうときは、ちょっとこの冷感 T シャツシリーズぜひ、着てみてはいかがでしょうか。はい、ここでございます。絶対買います、ありがとうございます、ありがとうございます、僕も買います、はいはい、ということで、はい、あっという間でしたね、あっという間ですね、そろそろお時間になってしまいました。いやーちょっとね、はい、終始僕は、はい、緊張というか結構テンパってたんですけども、はい、できればアーカイブ残してほしくないなみたいな全然そんな感じなかった、ありがとうございます、はい、ハグシーがおすすめするのって今日の中ではどれですか、一番これがいいなって、なるほど、おすすめは、おすすめは、私的にはレディースだと、はい、レディースはこのアイテムですね、なるほど、はい、こちらのインドワンピですね、ツーエーワン、ツーエーワンですね、はい、分かりました。いや今日はこちらですね、僕は本当は今着てるやつがあったんですけど、ちょっと皆さんのハンドクラブでね、この風通すシャツ、はい、おすすめでございます。これぜひ、はい、女性の方も、あ、そうですね、はい、女性の方と、ね、家族とかね、カップルで合わせてもいいかなと思いますので、はい、こちらのぜひおすすめといただきます。はいはい、本日紹介した商品は、はい、マックハウスオンラインストアと店舗で ご購入いただけます。なるほど、プロフィール欄のオンラインストア URL からぜひご覧ください、はい、そして本日は特別に6月25日、はい、日曜日23時59分まで使用できるオンラインストア限定の500円クーポンをプレゼントします。ありがとうございます、500円クーポンです、嬉しいです、500円で浮いたお金で、ね、カフェとかなんかね、旅行、夏休みの旅行、夏休みの旅行に、はい、なるほど、はい、
総額3300円以上お買い上げでご利用いただけます、はい、クーポンコードは今画面に出ています、はい、小文字で MH0623 です、MH0623 小文字で、はい、MH0623 です。今すぐ縮小お願いします。縮小タイムです。はい、お願いします。またこの後アーカイブのコメント欄にもクーポンコードを記載しておきます。優しい。はい、ぜひぜひ使ってください。はい、ぜひぜひ、まあ、この他の今回紹介した商品以外にも、はい、たくさん、マクアスお役立ちアイテムご用意しておりますので、はい、ぜひぜひチェックしてください。はい、店舗受け取りをね、やってますので、ぜひご利用いただければと思います。そうですね、近くのマックハウスで、はい、受け取っていただいて、実際にちょっと着てみたりしてもいいかもしれない。そうですね、はい、最後までライブ配信を見ていただき、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。次回もまた見てください。はい、はい、ではまたの機会にお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。